背後の傾斜区間にある車両と前面の平地にある車両が対照的な絵はがきの構図。マウントロイヤル公園の歩道を渡っているフニクラー。マウントロイヤルフニクラー鉄道、またはフニクレールデブモンロワイヤルはかつて1884年から1918年にかけてカナダ・ケベック州モントリオール市のマウントロイヤル公園にて運行されていたフニクラー鉄道である。 マウンテンパークフニクラー鉄道およびマウントロイヤルエレベーターとしても知られている。当鉄道は現在のジョルジュエティエン・ヌカルティエモニュメント近くにあった切符販売所から山陸の乗り換え駅まで旅行者を運搬する閉地区間からなっており、乗り換え駅では乗客がフニクラーの車両に乗車していた。両区間ともケーブルによる車両牽引とともに蒸気駆動であった。 正式開業の1年前となる1884年に、東府ニクラーの開通式が行われている。乗り物の初期費用として、大人用5 0と、子供用3 0との運賃がかかっていた。東鉄道は、当面のマウントロイヤル山頂へと訪問者を輸送していた。1918年に、東鉄道が構造的に安全ではないと公表を及び閉鎖され、 そして1920年に解体された。ありがとうございます。